そういうことなので、はい、まあとりあえず自己紹介をじゃあ僕からしていくということでお願いしますよ先輩。はい、わかりました。はい、はい、アイムエンタープライズに所属の。ちょっと待った。何？なんかなんすかその感じ。なんだよ。可愛いじゃないですか。可愛い、可愛いか今の。なんかアイムエンタープライズに所属のみたいな感じが。うん、いややっぱじゃあ1回目だからウキウキしく行った方がいいかなって。あ、じゃあすいません、こうやってすいませんでした。はい、お願いします。アイムエンタープライズ所属の下野ヒロです。誕生日は、はい、4月21日です。もう過ぎちゃいました。ピチピチの28歳です。血液型は B 型大牛座です。よろしくお願いします。いやいいですね。何がいいんだ。なんかね、そういうお見合いというか合コンというか。何言ってんだよ。なんかそういう いいフレッシュなね。あ、フレッシュな感じが。待って、カジ君にフレッシュって言われちゃったよ。じゃあ僕ママカジ君のね、じゃあ紹介を。はい、はい、どうも、はじめまして、アーツビデオ所属のカジ勇気です。9月3日生まれです。誕生日はまだです。乙女座の大型です。大型です。しのさん助けてください。何をどう助けてるんだよ。何言ってるか分かんなくなっちゃうんですよね。大丈夫か。いや、ダメです。ダメだよね。ダメですよ、ね、はい、ダメですよ。なんで急にトーンダウンした。いや、なんかもうあの、あ、よし、いい感じだ、優しいぞって思ったのに、なんかあの嘘ついてる感じが。なんで嘘ついてないでしょ。今どこに合コンがあったのに。情報的には間違ってないですけど、うん、このテンション的にそんなフレッシュでもないかな。別に普通にやればいいよ。そんな、いや普通はこういう感じなんで。俺はちょっと自分で普通になんか自己紹介するの恥ずかしいなって思って。ああ、なるほど。ああいう感じで言っただけで。あ、じゃあいいんだよ。カジ君はカジ君のままで。あ、本当ですか。なんだろうこの。まあこれがミスティ、ラジオミスティってことね。そうだね。ミスティってなんかもうちょっとぼんやりしてるみたいな。なんかもやっとした。